トゥーヒーローズプロジェクトアクトフォーホーププロジェクトテーマソングナンバーアンダーラインアイの3人が作詞を担当した楽曲万年筆 Beyond Your Side 未体験のエモーショナルなカラオケ体験ジョイサウンドジョイサウンド公式が t o ー h ー r o e プロジェクトアクトフォーホープのプロジェクトテーマソングとしてハッシュタグナンバーアンダーラインアイの3人が作詞した楽曲 Be On Your Side の本人映像のカラオケ配信を開始したとのお知らせがありました。この素晴らしいニュースを知ったとき、私は心から喜びました。本人映像で楽曲を歌えるなんて、これほど素敵なことはありません。家族や友人たちと一緒に、B On Your Side を合唱する機会ができるなんて、思いもよらなかった驚きと感動です。 ナンバーアンダーライン愛の3人が作詞を手がけたこの楽曲は多くの人々に愛されています。そのため本人映像のカラオケ配信が始まったことはファンにとって大きな喜びでしょう。私もその一人です。自宅でカラオケを楽しむことができるなんてまさに夢のような体験です。このようなイベントやプロジェクトは アーティストとファンのつながりを深める素晴らしい機会です。本人映像を見ながら楽曲を歌うことで、まるでアーティストと一緒にステージに立っているような気分になれます。これはただのカラオケではありません。心に響く特別な体験です。また、このプロジェクトが事前活動としても活動していることは、さらに感動的です。歌を通じて支援を行うことで、 音楽の力が社会に与える影響を実感します。トベメンバーのチャリティーソングがカラオケで歌えるというのは、ただ楽しいだけでなく、社会貢献にもつながる素晴らしい取り組みです。このような素晴らしいイベントやプロジェクトに関わることは、私たちにとって大きな喜びです。音楽は、私たちの心を癒し、つなげ、励ましてくれる存在です。 本人映像のカラオケ配信が私たちにもたらす喜びと感動を、ぜひたくさんの人々とは勝ち合いたいと思います。このお知らせを見て、ファンの皆さんの反応がとても素晴らしいですね。その中には、本人映像が配信開始されたことに喜びを示す声や、作詞に携わったハッシュタグナンバーアンダーライン愛の3人への感謝の言葉がたくさん寄せられています。 カラオケで家族と一緒にこの曲を歌う予定のファンもいるようですね。本人映像を見ながら歌えるというのは本当に素敵なことですよね。ファンの熱い気持ちが伝わってきます。この楽曲の作詞に関する情報もファンにとっては特に嬉しいものでしょう。そしてカラオケに行かなければと思っているファンも多いようですね。カラオケでこの楽曲を歌いながら 心のボリュームを上げていく。そんな素敵なひとときを楽しみにしているファンがたくさんいます。こうした情報がファンに届けられることは本当に素晴らしいことですね。このようなプロジェクトに携わった方々や関係者の皆さんに感謝の気持ちを伝えたいですね。これからもジョイサウンドやアーティストの皆さんがファンに喜びを届けてくれることを期待しています。さて、 皆さんはこの曲をカラオケで歌う予定はありますか本人映像を見ながら心から楽しむことができる素敵な機会です。ぜひこの楽曲で皆さんの歌声を聴かせてくださいね。そしてこの曲が皆さんの心にどんな影響を与えるか感想を聞かせてください。楽しみにしています。最後に飛べメンバーとファンの皆さんに向けて。 このプロジェクトの成功を心からお祈りします。そして私たちの歌声が誰かの心に希望と勇気を与えることを願っています。今後も音楽が人々の心を豊かにする素晴らしいイベントが続くことを期待しています。一緒に歌い、一緒に感動し、一緒に希望を分かち合いましょう。皆さんは、 トベメンバーの楽曲をカラオケで歌うことを楽しみにしていますかどんな思い出や体験をこの曲と共に作りたいですかぜひ、シェアしてください。